2007OR10 とは三乱円盤天体に属する小惑星の一つである。名称はゴンゴング。2007年の発見から2020年の命名まで固有名がついていない太陽系の天体としては最も大きかった。ゴンゴングの軌道海王星との3時10分の軌道共鳴ゴンゴングは軌道長半径がほぼ100億キロメートルの軌道を持ち、 離心率0.50というかなり歪んだ楕円軌道を持つ。このため、演日点距離は約150億キロメートルにも達する。降転には実に547.8年もかかる。前回の近日点通過は1856年8月1日のことであり、次回の通過は2404年6月7日になると算定されている。この降転周期は、 海王星と3時10分の軌道共鳴をする、共鳴外縁天体となっている。冥王星、エリス、ハウメア、マケマケ、ゴンゴング、クワワー、セドナ、オルクス、サラキア、2002MS4、月、地球の大きさの比較、ゴンゴングは、死等級が21.34等級の地球から、極めて遠くにある天体である。標準等級としては2.0等級である。 アルベドは0.18程度と推定されており、そこから直径は 1000km から 1500km と見積もられていたが、後にハーシル宇宙天文台とケヘプラーの観測から 1535km という値が導き出された。この大きさは純惑星とされる要件である、自分自身の質量によって静水圧平行形状になっている値であることから、 ゴンゴングは純惑星の候補天体である。この直径は、明王星の衛星であるカロンより大きく、太陽系外縁天体の中で3番目、太陽系の中でも20番目に大きな天体となる。スペクトル観測の結果から、ゴンゴングの表面は、水とメタンの氷に覆われていることが示唆されている。メタンが宇宙からの放射線によって重合した赤色の、 有機化合物へと変化した霜である可能性が挙げられている。表面温度は最大で 46K になると推定され、表面のメタンが蒸発し薄い大気を作る可能性がある。ゴンゴングはメタンの薄い大気を保持するだけの重力を持つ。逆に、明王星で見られるような窒素や一酸化炭素は、ゴンゴングの重力では保持できず数億年の時間を経るうちに蒸発してし 2017年5月、ハップル宇宙望遠鏡による観測から衛星の存在が確認された。衛星の直径は 240km から 400km 程度と見積もられている。約45時間というゴンゴングの時点周期は24時間未満の周期を持つものが多い太陽系外縁天体の中では特に遅いものであり、衛星の調積効果による影響が示唆されていた。 ただし、今回の観測では、衛星の軌道は、精査されておらず、本当に、衛星の影響によるものか否かは定かでない。メグシュワムラ発見者チームの提案した、名称、ゴンゴングが、2020年2月5日、国際天文学連合商店会、命名委員会により承認された。発見者の一人、マイケル・ブラウンは当初、ゴンゴングのあだ名として、 白雪姫という名称で呼んだ。これは当初、ゴンゴングがかなり大きな氷の天体と思われていたことに由来する。しかし実際には、ゴンゴングの色は白ではなく赤みを帯びていることから不適切な名称として取り下げられている。しかし、ゴンゴングは白雪姫にはなれないが、七人の小人イコール、純惑星になる可能性はある。その後2019年に、 発見者のメグ・シュワム、マイク・ブラウン、デビッド・ラビノウィッツは、ゴンゴング、フォーレ、ビラという候補を提案し、4月9日6時から5月10日23時59分まで、特設サイトで投票を募った。その結果、ゴンゴングが1位となり、彼らにより、国際天文学連合に正式に提案された。彼らは、衛星の発見者ではないため、衛星の命名には関わっていないが、 衛星は、強硬に使え9つの頭を持つ毒者の、カイモス総竜からシャンルと名付けられた。ゴンゴングの命名後、太陽系で最大の無名の天体の地位を、どの天体が得たかは、正確なサイズが不明な太陽系外縁天体が、近差で並ぶため明確ではないが、おそらく、直径934プラスマイナス47キロメートルの2 0 0 m s 4である。ありがとうございます。